どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もチャートとオプション手口を使って、今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。本日12月24日は、アムロと JP モルガンがオプション手口で動いてきてます。これによって少しまたポジションの見方っていうのが変わってきてますので、今日はぜひしっかりとオプションのコーナーの方を見ていただければと思います。それでは早速12月25日、日経225オプション考察始めていきましょう。はい、本日のメニューですけれども、今日はチャート3つ用意しています。移動平均線とボリンジャーバンドと一目均衡表です。その後オプション手口を見て、先物手口を見て、今後の戦略という形で進めていきたいと思います。はい、こちらのチャンネルでは毎日チャートとオプション手口をもとに相場考察をしていくこの動画と、それから週末更新を中心にオプションの基礎を、順番に学んでいくような講座形式の動画、この2つのシリーズで更新していきます。ですので興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それでは12月24日の相場概況から見ていきましょう。今日は朝方結構強かったんですけれども、その後ちょっと5場少しもたついて、上げ幅少し縮めましたけれども、それでも続伸という形になっています。日経平均 26,668 円、プラス143円でプラス 0.54%、 トピックスが 1774.27、 プラス 9.06 のプラス 0.51%、 そしてマザーズですけれども 1167.49、 プラス 14.71 のプラス 1.28 というところで、3指数とも堅調に上昇という動きになっています。それから売買代金ですけれども、これはまた大きく減ってます。東証一部1兆6122億円ということで、また昨日より2000億円ほど減少して、もう換算の換算という感じになってきました。マザーズの方は少し逆に戻して2430億円というところで、マザーズとしてはしっかりできている方だと思います。それからビックスと日経平均 VI ですが、ビックスの方は 22.40、 これは今日これを書いている20時現在ですけれども、あまり動いてない、少し下がったという感じですね。それから日経平均 VI の方は、今日143円上昇してますので、また大きく減少して20割れ、 19.63 という形になってきています。また少し日経平均の方は安心感が出てきたという感じでしょうかね。はい、それでは今日は日経平均のチャート3つポンポンポンと見ていきたいと思いますけれども、まず日足です。はい、今日はここですね。上髭がちょっとついてますけれども、今日はしっかりと 25MA とそれから一緒に 5MA まで突き抜けて、一旦ちょっとギャップアップしてますし、強い形となってます。ただちょっとやっぱりこの上髭がちょっと気になりますね。ここもう少しストーンと上抜けていくと良かったんですけれども、ただ、5MA は 1,2,3,4,5 ということで、明日この足が取れてくるんですけれど、上の方にありますから 5MA 引き続きちょっと下がってきます。それから 25MA は昨日もお話しした通り、あと 2,3 日まだ上がってきます。ですので今日のあたりで動いてる以上は、ほっといても 5MA と 25MA というのはデッドクロスしてきます。でそこで一旦タッチしてすぐ戻すか、ストーンと下がるかという動きになってくるので、この 26,550 円ぐらい、これここに 5MA と 25MA がクロスというかタッチするポイントがありますから、そこをサポートにもう一度上に行けるのか、下に抜けてしまうのかというところで、引き続きちょっとレンジの中で判定は持ち越しという感じでしょうか。一方モメンタムはこの3日間少し戻してきたことで、ゼロラインの上にまた出てきています。ですのでここはいい兆しだと思いますので、このまま上昇していけるかどうか、引き続き明日の動きが注目ということになると思います。はい、次にボリンジャーバンドです。ボリンジャーバンドはプラス1シグマがここですから、まだ今日は超えられていません。プラス1シグマが 26,879 円、そして今日の終値が 26,668 円ですから、まだ120円ぐらい届いていないということですね。ですので日足の 5MA は上だけれども、プラス1シグマは下というところで、上と下混在しているのでトレンドレスというところで、まだまだ、レンジのままというところですね。ここの赤いラインっていうのはゼロラインですけれど、イコール 25MA なので、引き続きボリンジャーバンドではここを割ってくるとマイナス1シグマ、今 26,250 円近辺にありますけれど、ここまで下げる可能性があるので、引き続きボリンジャーバンドのこのゼロライン近辺の動きっていうのは注意をした方が良さそうです。はい、最後3つ目は一目均衡表です。
一目均衡表の方はここ2日この赤い転換線を割れてちょっと形を崩してたんですけれども、今日の上昇でもうきっちりですね、転換線の上です。転換線が 26,633 円と、で今日668円ということなので、こちらは35円ほど転換線を上回ることができたというところで、一旦一目均衡表としてはまた少し安定した位置になれたのかなというところですね。はい、なので地高線の方もここからドスンと落ちる形でローソク足にぶつかるというところは一旦回避して、まあ、ここから横かこのローソク足に沿ってこういうふうに上昇していけるか、していけるのかというような形になっています。次に MACD ですけれども、まあ MACD はあまり変わってなくてずっと下落なので、ここ上昇したといってもあまりまだ楽観はできないかなと。少しこのシグナル、まあ移動平均であるシグナルとそれからMACD のこの差ですね、これがヒストグラムですけれども、ここが少し減少はしているので、若干ちょっと下値圧力っていうのは弱まってますけれど、ただまだずっと下降してますから、引き続きまだ MACD からは売り圧力が強いというところなので、そこは注意しておいた方が良さそうです。はい、それではここからはオプションの手口を見ていきます。まず海外勢の合算の手口表からですけれども、今日はですねちょっとしっかり時間をかけて見ていきたいと思いますが、12月18日先週の金曜日までの残高、まあ、こんな感じで赤いので、基本的に海外勢コールは売りが多かったという、まあ、ほとんど売りだったというようなポジションだったんですけれど、今日の時点での残高見ていただくと分かるように枚数はかなり減ってるんですけど、結構黒くなってきてますよね。つまり売りが買い決済されて、さらに買いが積まれてきてるという流れになってるというところをちょっとまずは見ておいてください。で個別で見ていきますと、まず一番大きいのはやはりコールの 27,000 円ですね。今日1042枚一気に買い越されて、もともと647枚先週末までの売りっていうポジションが、まあ、今週買い決済が進んで、結局今は累計で297枚の買い越しという形で土点になってきています。それからその下 26,625 のコールというところも、今週はずっと、まあ、買い決済が積まれていて、先週2000枚あった売りがもうその半分以下、943枚の売りというところまで縮小してきています。そしてさらに 27,000 より上のところも、まあ、今日は323枚コールの 27,250 というところが買われて、ここもまあ残高はまだはっきりしませんけれども、少し今日買いが積まれているというところで、随分コールとしては ATM からまあ上、ここの 26,625 というところに一旦の売りがあるんですけれども、ここ抜けた場合 27,000 で一旦蓋されてたものが、それよりも上にコール台が積まれてきてるので、まあ、ここ今ちょうどまさにこの 26,625 あたりが ATM で行ったり来たりしてますけど、ここ抜けた時の動きっていうのが 27,500 円までは行くんじゃないのというようなちょっとバランスになってきてるというところですね。で個別にこのちょっとコール 27,000 というところを見てみると、今日アムロがここ876枚買ってきていて、 JP モルガンが231枚、つまりこの2社でほとんどこの1000枚買ってきてるというところなので、海外全体というよりはもうアムロと JP モルガン、まあ、アムロ8割みたいなポジションではあるんですけれども、まあ、少し上になってきたと、完全に売りでしたっていうところからATM でも上の方が伸びてきているというところで、ちょっと上昇するんじゃないのという手口になってきているというところは見ておいていただいた方がいいかと思います。一方プットですけれども、ここは昨日と同じ流れですね。プット 26,000 というところが今日も297枚売り越されていて、はい、先週末1473枚という売りに対して、今週またさらに売りが積まれて合計で2451枚というところで、まあ、今週978枚ぐらい、もう積まれているというところなので、まあ、下がっても26,000円で止まるんじゃないかという、26,000円よりは下がらないという、ここに大きな売りポジションが築かれています。で ATM の方は引き続き、まあ、ほとんど今日も売買というか、あの売り買いポジションが出てないんですけれども、なのでプット26,500というところには525枚の買いが残ってますけれども、まあ、引き続きここですね、 ATM 近辺のプット買いっていうのは非常に枚数が少なくなってきていて、26,000に売り壁があるという状況です。ですので底堅くって少し ATM よりも上っていう風に少しずつ海外勢のポジションが動いているという形です。
はい、次にゴールドマンの手口ですけれども、ゴールドマンは今日は、まあ、全部売りですけれども、少しだけの枚数ですね。コールは少し上を売ってきています。ただまああまり枚数がないのでポジション的にはほとんど変わらず、まあここも全部真っ赤ですから、基本的にコールはゴールドマンは売り、つまり 26,500 円よりも下がってほしいというようなポジションで、一方プットですけれど、プットもずっとまあ売りを積んでる状況ですけど、非常に枚数が少ないと。で今日はプットの 26,000、まあアムロとかと同じですね。ゴールドマンもここに141枚売りを入れてきています。ですので、まあ基本的には 26,000 よりも下がらない、まあもう一段上に 26,500 円よりも下がらないというような形にはしていて、プットはプットであまり下がらないというポジションをゴールドマンは取ってきてます。ただ枚数の比率で言うと下なので、まあ下がってくれた方がいいというような形ですね。はい、次にアムロの手口ですけれども、これはもう先ほど海外勢で合算のところでお話をしたように、海外勢合算のポジションというのがほとんどアムロのポジションによく似ているというところなので、ほぼほぼアムロの部分だったということだと思いますが、ちょっと見ておくべきはこの 26,625 ですね。今日もアムロはここ346枚買い越してきていて、これで累計1599枚、まあ、1600枚の買いという形になってきています。でさらにその下も1224枚ということで、この26,625 という ATM のコール買いに、まあ、ものすごい枚数を入れてきているという形です。でさらにその上27,000円ぐらいに蓋を、まあ、先週末までは684枚の売りという形で売りを入れてた部分を、先ほどお話ししたみたいに今日一気に買い決済して土天で113枚の買いっていう形に転じているので、27,000円を抜けて少しオーバーシュートする場面はあるんじゃないのというようなポジションに変わってきてます。でさらにコールの 27,250 も今日212枚買い決済をして、ここほとんどゼロにしてきていますので、まあ、今週少し売りを立てていた 27,000 より上の売りっていうのも決済をしてきていると。でそのもう一段上には少し残ってますが、今日はここ、まあ、36枚と61枚ということで、ここも少し買い決済をしてきているというところなので、収支に比べると、まあ、かなり、コールの買いにを入れてきているというところなので、少し上を見てきているという、まあ、ポジションの変化はちょっと注意をしておいた方がいいかなと思います。で一方で今日はアモラプットも買ってきているんですね、まあ、枚数はやっぱり多くないですけれども、プットの 26,000 というところ、今日は206枚買い戻しています。で累計が1532枚の売りと、それからその上プット 26,125、 26,250 というところも少しだけ買い戻していて、まあ、枚数が200枚300枚という売りになってきていますが、まあ、ちょっとここはプットの買い戻しを入れてきたと。ただまあポジションの今の残高を見ると、 26,000 のプット売りを中心に少し 26,500 にも366枚残ってますから、まあ、下げてもやっぱり 26,000 まで、そして ATM から上に行くんじゃないのっていう形でコール側見てきているので、まあ、少しアムロは中小先週までよりも上の方を見てきているというちょっと変化が出てきているということになります。はい、最後は先物の手口ですけれども、今日の日経平均はプラスの 0.54%、 それからトピックスがプラスの 0.51 というところで、まあ、ほぼほぼどちらも同じ上昇幅だったんですけれども、今日は昨日までと違って先物は買われています。ですのでラージプラスミニで2855枚の買い越し、それからトピックスの先物が1493枚の買い越しというところで合計4348ということになってまして、まあ、昨日までに約6700枚ぐらい売ってたんですけれども、その3分の1ぐらいは今日買い戻してきているというような流れですね。個別で見るとバークレイズだけが4桁ということで1323枚の買いになってますが、それ以外は3桁であまり大きな動きにはなってません。で今週の傾向として見ると、ちょっと特徴的なのはゴールドマンですね。4日連続売り越してます。先週2200枚の買い越しだったものに対して、今週だいたい3800枚ぐらい売り越してきているので、まあ、少し多く今週売ってきているという流れがあります。まあ、ゴールドマンオプションの手口でも下を見ているので、まあ、少しそこと動きが合致しているのかなという気がしますね。で JP モルガンは今週ちょっと買いを積んできています。まあ、昨日まで連続で1500枚買ってたんですけれども、今日はその半分ぐらいになってますが、ちょっと JP モルガンは買いを3日連続乗せてきていて、ここは先ほどお話をしたようにオプションでは少し上っていうところを積んできている、まあ、コール買いを強めているので、まあ、少し上を見ているのかなという気もしなくもないですね。
はい、ですので、まあ、先物という観点からするとオプションの手口と合わせて引き続きゴールドマンと JP モルガンには注目をしておきたいなというふうに考えています。はい、それではここからは今後の戦略ということで、今日は、まあ、今まで見てきたチャートのレジサポのおさらいと、それから今日出た投資主体別売買動向というところで少し見ていきたいと思います。はい、まず日経平均のレジサポのところの整理ですけれども、まず今日 26,668円というところで、まず上ですけれども、ボリンジャーバンドのプラス1シグマが 26,879円でした。で、直近の高値は 26,905 円というところにあります。一方下の方は、まず一目均衡の転換線が 26,633円、それから 5MA が 26,621円、 25MA が 26,548円、それからプットの 26,000 というところに海外勢は多く売りを積んでますよという話をしたと思いますが、心理的節目も合わせて 26,000円、その後11月の急上昇の安値と高値というところを引っ張ったフィボナッチ、これもまあ先週動画の方でお話をしてますけれども、この最初のポイント 23.6% 押しっていうところが同じく 25,950円で、これも 26,000 近辺というところで、まあ、大体レジサポっていうのはこの辺がターゲットになると思います。ですので、まず上の方ですね、 26,900 円ぐらいまで近づくような場面があれば、そこからショートを打診で入れていく、もしくはコール売り、もし、コールのレシオスプレッドのような逆張りのコール売り系っていうのが面白いかなと思います。で、そこから上に抜けて2万7000を超えるような動きになった場合は、当然コール買いとかロングを入れることでついていく必要があります。それから下の方は、まず一旦 25MA っていう 26,550円っていうところが重要ですよっていう話をチャートのところでしたと思いますが、まずレンジの下限っていうのはここになるので、一旦ここに近づいたら打診でロングを入れていく、もしくはコール買いを入れてみると。で、そこで止まらずにという場合でも、 26,000円が今のところかなり強烈なサポートになっているっぽいので、まずそこまで下がるのを見て、で 26,000円で反発しそうだなというのが確認できれば、ロングとかコール買い、もしくはコールのデビットスプレッドとか、そういう形で上昇についていくというような動きとして見ておくのがいいかなと思います。オプションは1月切りっていうのはもうほぼほぼ SQ まで日付が減ってきているので、まあ、ここはサポレジに近づいたタイミングで臨機応変に2月切りに切り替えるといったような動きが必要になります。はい、次に投資主体別売買動向ですけれども、はい、今日出たのが先週12月18日の情報で、海外勢は結局買い越してます。なので7週連続の買い越しという形になっていて、まあ、当然海外勢が買ってるということは国内個人は売ってるということで、個人は売り越しという形になっています。で、まあ、基本的に残念ながら海外勢が買い越した時は国内勢売り越しなんですけれど、そうすると売り越した個人は焼かれて、まあ、基本的には上がってしまうという動きが一般的です。なので、まあ、上昇基調、まあ、もしくは上昇までいかなくても下がらない底堅いというような動きに なりやすいというところが分かります。ただこの投資主体別売買動向っていうのは1週間前の情報しか出てこないので、まあ、先週の動きはまあでしょうねっていう確認はできるんですけれど、じゃあ明日明後日の動きにどうやって使っていくのかっていうと、なかなか難しい部分があります。なので、私の方で毎日こう先物の方の動向を見てるんですけれども、例えば先週、まあずっとこの動画でも公開をしていましたけれども、先週の海外勢の、まあ、私の方の集計ですけれども、ここですね、合算、5日間の合算すると、ラージプラスミニで4842枚の買い越しというところで、まあすでにここが買い越しているので、海外勢先週買ってたなっていうのは大体わかる。まあもちろん先物だけ見ていても仕方がなくって、本来は現物の動きも見ないといけなくって、先物で買ってる場合現物で売りっていうような、まあ最低取引っていうのもありますから、まあこれだけで全て全然わかるわけではもちろんないんですけれども、ただ例えば先週のところで言うと、この木曜日に2591枚大きく買い越されたことで、まあ水曜日までは少しの買い越しかな、だから今週どうかなみたいな見方だったのが、木曜日ドーンと買われたので、まあ、かなり買い越しの可能性が高いよねっていうのがこの木曜日の時点で、分かると、まあ、そうなると上昇かもしくは底堅いっていうところがある程度予測ができるという、まあその予測のもとに、じゃあ例えば少し押す場面があったら思い切ってプッと売ってみようかなとか、逆に先物のロングを仕掛けてみようかなっていうような動き
備ができるというところなんですよね。で、今週じゃあどうなってるかというと、まあこれ先ほど先物のところでご紹介したように、今週は水曜日まで3日間で6800枚ぐらい売られてたんですけれど、今日まあ2800枚買い越されたことで、今日の時点では3964枚の売り越しという形になってます。先週は買い越しだったんですけれど、今週は売り越しの可能性が高いと、まあ明日4000枚以上の買い越しになれば逆転するんですけれど、まあ今日の時点ではやはり海外勢今週は売ってくるのかな先物っていうような予測がもうできるわけですよね。そうすると動きとしては下落基調ないし上がりづらいっていうところが予測できる。で、そうなった時に、まあ動き的にポンと少し跳ねて高いところがあるのであれば、基調としては上がりづらいっていう予測がベースにあるので、であれば上に行ったところでコールを売ったりとか先物ショートするのは面白いんじゃないかというところで、昨日の動画でも少し上昇したところではコールの売りを入れていきたいというような話をしていました。で、まあもちろん先物って言ってもこれ期時間の先物だけ見てるだけで、まあ、それだけだと間違った判断するんじゃないのっていうのはもちろんその通りなんですけれども、ただまあ私のように本業があってサブで投資をやってるというような方にとっては、まあ、全ての情報をこうきっちり精査するっていう時間もないですし、もちろん先物、期先もありますから、そういうのも全部含めて本来は考察をしないといけないけど、まあ、そこまで時間がないというところで、まあ、私の方はこうやってデフォルメしてある程度の数字を追うというようなスタンスを確立してるんですけれど、まあ、でもこれでも先週の動き見ていただいても分かるように結構早くにサインというのは、まあ、ある程度判断できるんですね。完璧かって言われたら、まあ、もちろんそこは難しい面がありますけれども、ということなので、まあ、皆さんもまあこういう表を自分で作ってみたりとか、あとこの表の中でも私とは全然違う気づきがあった場合に、まあ、翌日翌々日の日経平均がどう動きそうかっていうところのベースとしての情報として使えれば、まあ、自信を持ってポジション立てたりとか、あとロスカットの位置を少し今週は深めにしようとか逆に浅めにしようみたいなところの投資判断にも使えると思うので、先物のこういうまあ合算の方もですね、予測の方に役立てていただければなというふうに思っています。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日の動画も役に立ったぞというところがあれば、ぜひグッドボタンを、そして毎日こんな感じでオプション戦略を中心とした日経平均の考察をしています。ですのでご興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。